今この国は空前の格差社会を迎えている。フルタイムで働いても一向に豊かになれない貧困層、いわゆるワーキングプアは1000万人以上。多くの人が短期雇用、日雇い派遣といった劣悪な労働条件の中で働くことを余儀なくされ、貧困から抜け出せずあえぐような毎日を送っている。ここに一人の男がいる。お疲れさん、これ今日までの分。え、あの、まさか原料の値上がりで大変なのよ。ちょっとこっちだって急にクビにされたらやっていけないですよ。子供の頃から貧乏育ち、お金に苦労した思い出しかない。それでも高校の時に出会った女性とその後に結婚、3人の子供にも恵まれた。だが妻が病に倒れこの世を去ってからは男手一つで育てている。これが家賃で、これが電気代、ガス、水道、親父の借金、食費は、でこれが電話代と。余ってる。今月お金が余ってる。え、本当にいくら？3000円。いや、やばいやばい。何欲しいの？何欲しいの？どんどん父ちゃんに言って。何でも。父ちゃん、スカート破れちゃった。でも買ってやるよ。父ちゃん。え？僕らの給食費は？え、1人4000円。ちなみに現在の貯金残高は3000円。この男、生まれてこの方、贅沢とお金には縁がない。その一方でこんな暮らしとは無縁な世界に生きる人がいる。ここに一人の女がいる。世界的なホテル王北園総一郎の娘としてニューヨークに生まれ、欲しいものは何でも与えられてきた。幼い頃から自家用ジェットで世界中を飛び回り、早くから社交界デビュー。ボーイフレンドは数知れず、時にアラブの王子、時にパリの彫刻家、時にニューヨークの天才指揮者。ラブアリスというブランドを立ち上げてからはファッションプロデューサーとして世界で活躍している。住まいは超高級ホテルのスイートルーム。秘書と世話係に囲まれ何不自由なく暮らしている。ちなみに資産総額は推定7兆円。お嬢様、おはようございます。いってらっしゃいませ。女優だった母はアリスが5歳の時に飛行機事故で亡くなった。多忙を極める父と新しく迎えた母との間に家族団らんの思い出はない。デザインディスです。赤のコントラストもっと強くして。やり直し。はい。 A&U 持ってきて。はい。あ、陽子さん。はい。コレクションの演出プラン固まった？新しいデザインが全部持ってきて。かしこまりました。外務省の浜野様からいただきました最高級のアールグレイティでございます。私には合わないわ。失礼いたしました。失礼
たしました。お待たせしました。その自由奔放な言動は常に注目の的で、いつもパパラッチに追われている。この女、生まれてこの方、貧乏と苦労には縁がない。写真撮られてまずくないのか。私はまずくないわよ。なんだよ。どういうこと？後で話す。アリスさんは大事な人なんだ。大事って？金づるってこと？おい、ちょっと待ってくれ。待ちなさい。やめろよ、やめろって。ゲームオーバー。待ちなさいよ。何やってんだ。それだから彼がこっちに来ちゃうのよ。この骨か。大丈夫？大丈夫なわけねえだろバカ。おい、持つ者と持たざる者、これはそんな二人の物語である。この放送は資生堂、大和ハウス、小林製薬、リップ、T&G、ドコモの提供でお送りします。あさこ、ありがとな。ありがとう。
アナゴあんなよ。アサコありがとう。アサコありがとう。おい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 。よいしょ。腹いっぱい食わせてやっからな。動くな、バカ。お食事ですよ。ライオン丸、ちゃんと冷めてから食べるのよ。おはようございます。お嬢様、軍司様がいらっしゃってます。おはようございます。おはよう、お嬢様。こういうことが続きますと、この軍司がお父様に叱られます、はあ、せっかく新作の服着てたのに。どうせならかっこよく撮ってくれればいいのに。そういう問題じゃありません。ねえ、新しい運転手決まった？まもなく締め切りまして、面接の予定です。え、じゃあ今日も軍司と一緒？勘弁してよ、息詰まる。じゃあ今度は私が決めるわ。軍司が決めた人はみんなすぐに辞めちゃうからね、緑。あ、いや、あのそれはみんな疲れたと申しております。運転手って疲れるんだ。行ってきます。おい社長、これ忘れ物だ。お前そそっかしいな。お前はこれ。ありがとう。新しいデザイン書いてるのか。中見たの？いや、見てねえよ。今描いてるのちょっと自信あるんだ。あのピンクのやつあれがいいな。見たんじゃん。天気いいな。あ、おお。太郎どうだ、前仕事見つかったか？全然。でも今日現地に行くからなんとかする。頑張れ父ちゃん。お前も子供の頃から苦労が多いな。まね。頑張れキャプテン。お、マネージャーだった幸子にそんなこと言われたら頑張らないってやつな。よし、行くか。行ってきます。行ってきます。はい、ごめん、気をつけてな。行ってきます。行ってきます。行ってきます。え、日雇い禁止？国がよ、日雇い派遣禁止するなんて言い出しやがってよ。どんどん斡旋業者も縮小されてんだわ。ここももう終わりだ。え、終わりって？ヒデに頼りに生き延びてんのによ。これからどうやって生きてけったんだ。ああ、該当するお仕事がありません。お仕事くれ。これはすいません、あのドレスの件なんですけど、この色で。あ、そう、これ。あ、これどうぞ。翔太はさ、はい、今度のデザインあれどうなってるの？大丈夫大丈夫。できてるならすぐ渡したい。すぐよ、すぐ。お願いします。これ返すわ。はい、コレクションまでの作業スケジュールです。演出プランできました。このデザインリストまとめて出して。はい。幸子さん、運転手で100万円。100万円。ただし最初の3ヶ月は
見習いで手取り18万だって。18万？いやそれでもよ、手取りで18万ってすごいよな。この商店街でそんなに稼いでるやついねえよな。18万ってお兄ちゃんの稼ぎより全然多いよね。余計なこと言うな。これ俺も受けられんのかな。うん、でも運転手の面接は厳しいんだって。直接アリスさんと接する人間だからね。でも18万だろ。よし決めた、俺申し込む。やめといた方がいいんじゃねえの。なんで。いやそもそもの相手が三田園アリスやで。アリス誰それ。知らねえかよ。大富豪の令嬢でセレブとか言うの。いや金持ちだよ金持ち。俺たちとは住む世界の違う人だよ。しょっちゅう週刊誌に載ってる女でさ、お金使い放題に遊んでる嫌な女やがな。そんなことない、アリスさんは才能あるよ。そりゃ私たちと住む世界は違うけど。よし決めた、やっぱり俺受けてみる。合わないと思うよ。どうして決めつけんだよ。その三田園アリス、お前らその人に会ったことねえんだろ。もう一人って世間で言われてるほど悪い人じゃねえと思うぞ。大体俺には3人の子供がいるんだ。あいつらのためなら会う会わないなんて言ってらんないの。あのね、こっちだって好きで何回も転職してるわけじゃないんですよ。安定した仕事に就きたくったって、会社が急に倒産したり人件費節減って急にクビになったりなんですよ。それが派遣を続けている理由ですか。子供がいるんです。まだ小学生なんで朝晩は一緒にいてやりたいんです。そうなると夜の遅い仕事や泊まりの仕事はできなくなる。日中の派遣しかできないんです。それが理由です。わかりました、今日はご苦労様でした。頑張りますのでよろしくお願いします。面接は全て終了しました。これは私がお持ちします。軍事、あとは私が選ぶから。派遣社員は同じ会社に3年までしかいられないんです。だからもうすぐ3年になる幸子さんはもしかして正社員になれるかもしれないんです。そうか、幸子も正社員か。やめてよ、そんな甘くないの。契約満期で終了ってのが普通なんだから。大丈夫ですって、幸子さんは社員たちに気に入られてるし絶対に正社員になれますよ。おー、それじゃあまたお祝いだな。なあ、正社員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 。確か、何してんの。何だお前、隠すことねえだろ。まだ途中だからって。ん、お、これいいじゃん。え、そう、どんな風に。なんつうかこう、うまく言えねえけど。ダメかな。なんでだ、いいっつってんだろ。これちゃんと会社に出したのか。まだ、でもいいや。なんで、せっかく憧れの会社で働いてんのに。お前それじゃバッターボックスに立ってんのに一回も振ってねえのと一緒だぞ。サラブリしてもいいから思いっきり振っていかねえと。あお
いい。電話に出られないほど忙しいの？ずっと会議だったの。気がついたら着信がいっぱい入ってた。一度こちらにいらっしゃいって何度も言ってるでしょ。どうして来ないの？だから仕事が。この前のあの話しなくちゃならないんですから。必ず来なさいね。あなたが来ないなら私の方から東京に行くわよ。いいわね。見守ってくれてありがとな。ん？どうした？なんか父ちゃんじゃないみたい。そうか？どうだ？かっけえだな。かっこいい。マジ？父ちゃん。サンキュー。早く行くよ。お、よし、じゃ行くか。ちょっと待って父ちゃん。あ、どうした？帽子。やっぱりかっこいい。かっこいい、かっこいい。マジ？おはようございます。今日からお世話になります佐藤太郎です。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。おはようございます。どうしてお嬢様があなたを選んだのか理解に苦しみます。そもそも私はあなたの経歴に不安を抱いて。あなたとお嬢様とでは住む世界が違います。あなたのような方にお嬢様の運転手が務まるわけがありません。いえ、頑張ります。おはようございます。お嬢様、新しい運転手です。佐藤太郎です。よろしくお願いします。ドアを。本日は初日なので私も同行し、あなたの素養に問題はないかチェックさせていただきます。この前は随分派手にやりましたね。どうせ撮るんだったらかっこよく撮ったよね。お母さんとは連絡取ってるんですか？行くわよ。あ、ちょっと待って。ニューヨークに帰る予定は？どいてよ。お母さん元気？邪魔。お母さんとのツーショット撮らせて。どいてよ。痛い痛い、ね、ちょっとお母さんとのツーショット。ちょっとあんたあんたあんた。じゃあねー。行った。大丈夫？すいません。大丈夫？あのちょっといいですか？何？俺前に会ったことありますよね。そうね、会ってるかもね。いや冗談じゃなくて、ほら前に江南町の工事現場で。お母さんとは連絡取ってるんですか？
しいデザイン、サンプルができた人からどんどん持ってきて。はい、はい、すぐ見せてね。幸子さん、チャンスですよ。お忙しいところすみません。何？はい、これよかったら見ていただけないでしょうか。そう、ありがとう。じゃあそこ置いといて。はい、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。おお、遅い。早くこっち。あのこいつは俺の幼なじみなんですよ。安田幸子です。お前何今更自己紹介してんだよ。うわすげえ。あのすいません。あ、そこ置いて。ねえ、あなたのベストワンって何？え？ベストワン何なんですか？ここ書いたでしょ。ああ、それですか。卵かけご飯です。何それ。うち鶏飼ってて、あさこっつうんですけど、あさこの産みたての卵を炊きたてのご飯にかけると、これがまた最高にうまいっすよ。食べてみます。お口に合いそうにないっすね。失礼します。だよ、こんな時間に。もしもし。大至急迎えに来て。へー、鳥小屋にしては結構大きいのね。あの、俺ん家ですけど。鶏と一緒に寝起きしてんの？何？子供。それ終わってご飯にかけるんです。全部食べられちゃうの？父ちゃんの会社の社長さんなんだ、我慢しろ。これを直接ご飯に？いや、そっちの器に。次は醤油をかけるんだよ。三滴だよ。三滴。一、二、三、十。もうこれでいいのね。ダメです。かき混ぜなきゃ。Thank you.
間のない時にアリさんをどこに行ったんですか。今すぐ呼んでください。いや、そう言われましてもね、私も何とも連絡は取ってるんですよ。もしもし、お嬢様、今どちらにいらっしゃるんですか。あ、全国からでございますか。へえ、あ、必ず、かしこまりました。アリスさんですよね。何ですって、今どこに。ねえ、ねえ、どこ行くんですか。ニワトリの教会に、ちょっと。は？はい、佐藤です。朝子は売りませんよ。いくらでも出すって言ってるのよ。そういう問題じゃないんです。じゃあ何が不満なの。朝子は家族の一員なんです。失礼します。やっぱバット振るとスカーッとするよな。仕事大変。まあ大変つうかよくわかんねえな。やっぱ金持ちの考えることとかやることは俺にはさっぱりわかんねえ。ついていけねえっつうの。でもアリスさんはデザインを見る目は確かだし、すごい人なんだよ。心配すんな。あいつらのために頑張っから。そうだよ。幸子も正社員になれるといいな。え？デザイン出したのか。出すだけ出した。やったじゃん。ありがとね。あ？太郎ちゃんが面接受かったでしょ。実はちょっと刺激になったんだ。私も頑張んなきゃなって。そっか。よし、休憩終わり。みんなノック行くよ。どうぞ。失礼します。ごめんなさいね、忙しいのに呼びつけて。いえ。この前のデザインあれ見たわよ。今日は契約更新のことで話があるの。はい。3年頑張って、契約終了、はい、さよならってか。ずいぶんだよな。さっちゃんなら大丈夫だって言ったのおめえだろ。すいません、けどまさかこんなことになるなんて。憧れの人の下で働いて一生懸命デザインして、それがポイだもんな。派遣社員は使い捨てかよ。この展望を直撃取材、アリスさんがその展望を語ってくれました。今度のコレクションではより洗練されてトレンドセッターのラブアリスを皆さんにお届けします。それはこの秋に登場する新ブランド、ラブアリス with ハニーバンチです。なおその模様はテレビで生中継し、インターネットでも全世界に配信される予定です。どうぞ皆さんご期待ください。おかえり。
いやこの間寿司屋行ったら外人がいてさ、気取っちゃってハウマッチって聞いたらハマチが出てきてやんなだからさ、日本語でいくら言ったらいくらが出てきてみんなもういいよ、ありがとね。最後にね、見てもらったデザインの感想を聞いた。そしたら才能はないって。好きな業界に3年もいてアリスさんのところで仕事できたんだもん。それで満足。ちょうどいい潮時だったんだよ。違う、こういうのじゃなくて。今までのデザイン画も全部持ってきて。はい、今日中に決定しないと本当にコレクションに間に合わなくなってしまいます。間に合わないなら延期にすればいいじゃない。いや、それはいくらなんでも。これで全部になります。なんですけど。幸子？ほら、俺の幼馴染の。ああ、なんとかなりませんかね。なんとかって？あ、派遣の契約が切れて解雇されちゃったんですよ。もう一度雇ってもらうわけにはいきませんか。あいつすんごいアリスさんに憧れてて、一生懸命勉強もしててよく働くし、この会社にとってきっとプラスになると思うんですよ。ただいま。
れ後藤田ファンドの後藤田じゃないか。海外に拠点移して急成長したらしいな。今度は何を仕掛けるつもりだ。あー疲れた。もうここまで来れば大丈夫だろう。今日こき使われましたね。デザイン出したのか。出すだけ出した。私も頑張んなきゃなって。なんかこうして見てると別世界ですね。 And now the moment we've all been waiting for. Please welcome Alice Mitsuzono to the show. さあアリスさんの登場ですよ。デザインの感想を聞いた。そしたら才能がないって。ちょうどいい潮時だったんだよ。太郎さん、どうぞ待ってください。ここまでの放送は資生堂、ライブハウス、小林製薬、リップ、P&Gドコモの提供でお送りしました。すいません、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 すいません。おいおい、なんせなんせ話をするだけなんだ。おいおい、待ってくれたら謝れよ。ちょっと待って、話せよ。ふざけんな、話せよ、話せ、謝れよ、話せよ、話せ。おい、頼みがあるんだ。あなた今自分が何をしてるか分かってる？それ幸子のデザインだ。安田幸子だよ。俺の幼馴染で、この前まであんたの会社で派遣で働いてた。会社に置けないのは何か事情があるのかもしれない。でも勝手にデザインを使われたあいつの気持ちはどうなるんだよ。勝手にデザイン使ってごめんなさいって言えよ。この場で幸子に謝ってくれよ。俺は難しいことは分からない。でもあいつはあんたに憧れて一生懸命デザインしたんだ。ごめんなさいが言えないならせめてたった一言、たった一言、ありがとうって言ってくれてもいいんじゃねえか。
ありがとう。あんたは幸子のデザインを気に入ったんだろ。だったらありがとうっていうのは当たり前だろ。要件はそれだけ？じゃあ早く下がって。ここはあなたが上がれるような場所じゃないの。まだ話は終わってない。卵かけご飯あれうまかったろ。どうしてうまかったかわかるか。麻子が俺たちにありがとうって思ってるからなんだよ。何を言ってるの？あんたありがとうって言ったことあんのか？心の底から誰かにありがとうって言ったことあんのか？きっとないんだ。だからありがとうって、だから人の気持ちがわからないんだ。あなたが何を言ってるのかさっぱりわからない。俺にもわからない。ありがとうを言わない人の気持ちが俺にはわからない。待てよ、言ってくれよ。デザインありがとうって言ったこと言ってくれよ。幸子、やっぱあの女最低だよな。俺が幸子の代わりにガツンって言っちゃったからな。ああいう女ははっきり言ってねえと。バカじゃないの？え？大バカだよ。せっかく仕事が見つかったのに、ダメになったらどうすんの？子供のためにも頑張る。